嘱託警察犬は一般家庭などで飼育され、警察からの要請があった際に出動します。今日県警で犬の飼い主ら8人に高清水義弘本部長から嘱託書が交付されました。今回嘱託を受けたのは、県警の審査会で優秀な成績を残した7頭。今月23日から2年間、事件の捜査や行方不明者の捜索を行います。中には親子で嘱託を受けた犬も。1歳のオス、ルークと母親で明日5歳になるアビーです。母親の背中と指導者さんの背中を追いかけながら、お母さん犬にも負けないように社会に貢献できるような犬になれたらなと思ってます。今回4回目の嘱託を受けたメスのシェパードマゼは、実は四国一の警察犬。先月、警察犬の能力を競う四国大会で参加した12頭の中で優れた嗅覚を発揮し、県勢としては25年ぶりの優勝を勝ち取りました。そんなマゼは週に一度、指導にあたる福留健次郎さんと匂いの識別訓練に励んでいます。この子どっちかというとやんちゃで、みんなから犬仲間の方からちょっと福留は手を焼くって言われるような子やったんです。2年前6歳になってから本当に急に落ち着いた、ね、作業するようになってくれました。今日は強風で匂いが分かりづらい環境でしたが、持ち前の集中力で見事正解しました。行方不明者発見のために貢献できるように日頃頑張ってやっていきたいと思います。高知県警をサポートする7頭の活躍に期待です。